11試合スーパーファイトアンダー70キロファイトを行います。アポロフェイスメラー、昨年はイギリスでの K-1 トーナメントを制しています。ケリス・ベラー赤コーナー175cm70kg、日本チビード山本優也。対して30歳となった山本優也、これが61戦目です。スーパーファイトアンダー70キロファイトです。3分3ラウンド延長1ラウンドマッチ、左側が優也、対して日本に初登場のケリス・ベラー。中村さんに伺ってまいりましょう、はい、ケリス・ベラーどんな戦いを見せるか。この無謀自体ワイルドですけれどもね。そうですね、あのなんか自分がこうビーストになるために試合が決まったひげ剃らないとか、はい、9年間後ろの髪の毛伸ばして奮発にしたりとか、はい、まあ、すごくこうなんか個性のある選手で、まあ、戦い方もそうなんですけど、まあ、K-1 向きだなと思いますね、はい、しかし前日会見では中村さん、非常にそのジェントルマンだったということを優也が、これそれを見て何かその喜びを感じたそうですね。そこから一気にリング上で弾けるようなファイターが自分も好きだというふうに、まあ、あの優也選手もこのベラもどっちもこう引かないあのスタイルなんで、これもこう左のこのボディーブローが自分が自分一番自信あるって言ってたんですよね、ケリス・ベラ。そうですね、強打者で打たれ強さもありますし、関根さん、その師匠がカークウッドウォーカーで、それからピーター・クルークともトレーニングを積んできたということで、これ懐かしい名前ですね。そうですね、なちょっとパワーファイター系ですよね。そうですね、がっちりしてますもんね、体。上背は168センチなんですけれども、体の分厚さというのは、左フックに右ローキック、パワーが乗ってきます。優也の方は175センチあります。ケリス・ベラはここまで31戦して20勝9の KO 勝ち。さて、マサトさん、出だしどうですか。はい、ケリス・ベラの方が背は低いんですけど、距離は山本優也よりケリス・ベラの方が長いんですよね。長い、はい、遠いんですよね。はい、だから今はケリス・ベラの距離で戦ってるっていう感じですね。これちょっと意外な感じもするんですけれども、まあ、基本的に、まあ、懐が深いっていうんですよね、これね、やっぱり、はい。そうなると優也はどうですか、ちょっと苦労しそうですか。左ミドル、そうですね、こういう蹴りを当てていくと自分の距離ができてくるんじゃないですかね。はい、蹴りで一つ測るようにしたいのが赤いグローブの優也。左フック強いですね、ベラ。ここもパンチの攻防、押してまずパンチ、ローキック、それから左ボディーブロー、左ミドルキックが優也です。それでも一撃放つたびにケリス・ベラーボコリボコリという音が鳴り響きます。中村さんの前にはどう映ってるんですか。まあ、右ハイパンチはアッパー交錯しています。まあ、こうお互いこう受けて返して受けて返してみたい な、はい、なんかそういうこうがっぷり四つの戦いになるんじゃないですかね。はい、やはりその激闘派同士の戦い、はい、ということを裏付けのようですね。そうですね、このパンチとローキック、ミドルキック中心に2人の試合をミドル、これがいいですか。はい、左ハイもあります、ユーヤ。あのミドルとハイが軌道が途中まで一緒なんで分かりにくいんですね。これやはりその空手のベースということになるんですか。そうかもしれないですね。見えづらいところからというユーヤの蹴り、一旦ステップバックしてベラです。ベラが呼吸を整える、そしてパンチから右ローキック、ユーヤは多少食らっても前進前進、これあるのみというファイトで第1ラウンド終了しています。さて、関根さんの印象を伺いましょう。噛み合ってていいですね。まず噛み合っているね、はい、お互いに あんまり見ないで、はい、どんどん攻撃を仕掛けるんで、はい、これ面白いですね。まだどっちとも言えないですね、ペースはね。はい、優也のスタートどうですか。あ、いいんじゃないですかね。これからどんどんあの回転上がってくるんですよ、優也選手って、はい、スタミナもあるし根性もあるし、はい、
中村さんは2ラウンド目以降ですね、どんな風にご覧になりますか。そうですね、優也選手があの左の蹴りであのミドルだったり、まあ、三日月でも優也選手蹴りますけど、はい、ボディ削ってそこからハイキックとか膝とかをまあ狙ってるんじゃないですかね。この後今これほとんど呼吸も乱れていませんね。さあセコンドアウトの声がかかっています。にっこりと笑いました山本優也。そしてすでに立ち上がっていたのがケリス・ベラー。ベラーが25歳、優也30歳の戦いです。さて中盤第2ラウンド、アンダー70キロファイトです。65キロが熱い中、重量級70キロ、ミドルキックから赤いグローブの優也。山本選手蹴りで試合作っていった方がいいと思いますね。その方がいいですね、その方がいいですね。今それを本人もしっかり認識したようです。パンチを見せてから優也、余分な力は抜くようにステップバックします。しかし左ボディ、ベラのパンチスピードもあります。マサト選手、ベラの拳パンチというのはいかがですか。まあ、スピードはまあありますけど、そんなに重いパンチではないと思いますね。そうですか、まだ耐えられる範疇の優也。お互い逆転勝利というのも多い、そんなデータもあります。ユイヤが詰めてくる、この位置関係は変わりません。どうですか雅人さん、間合いなどは変化、だいぶ山本ユイヤ、はい、距離詰めてきましたね。自分もうちょいパンチで行こうと思ってるんじゃないですか。ユイヤの方があと半歩くらいパンチが届いてなかったんですけど、はい、この距離でパンチで行く、自分のパンチの届く距離ですよね、はい。それでいけるというふうに踏んだんでしょうかね、うん、うまあパンチもあっても多分そんなに効かなかったんじゃないですかね、はい、大丈夫だなっていう、yeah. 確認を、はい、自信があるんじゃないですか。その1ラウンドを経て今第2ラウンドです。今残り半分を過ぎました。左ハイの優也、確かに関根さん、これ終始前に出ていますね優也の方が。そうですね、小刻みに動いてね、それでも右のアッパー避難してしまいました。左ハイガードの上から、ガードの上から右ハイはクリス・ベラー、飛び膝、いや前蹴りだったか優也です。アッパーからフック、ベラのパンチ、左からインローも織り交ぜてきます優也。左フックテンプルへ、ともに細かいパンチです。ベラも押してくる、左ハイキック、中村さん、はい、完全にもうこれ威力比べのようにも見えます。そうですね、もう お互いこう似たような距離で、はい、打ち合おうっていう感じじゃないですかね。これ公言通りですね、まあ、まあでも優也選手やっぱこういうね、競るところで気持ちで競り勝って、はい、手数で競り勝つっていうのは優也選手の持ち味でもあるんで、はい、うん、その優也、左のフックからローキックはベラです。ローキックをカットして、さらにパンチからローキックへつなげていくベラ、右フック、グラついた、マサト選手優也食らいましたね。右フックですね、はい、チェンプですね。また今のだいぶ長い距離で、今ロングのロング、そうですね、はい、そうなるとまた注意ですね優也。第2ラウンド終了です。このラウンドの印象はマサト選手に伺いましょう。マサトさん失礼しました。右フックでちょっとベラが最後の印象良かったかなという感じしますね、ここぞという一発はあの離れた距離で飛び出してくるんですね、やっぱり近い距離でくっついてるとなかなか強いパンチって打てないんですよ。やっぱ長い距離のパンチの方が強いパンチっていうのは打てるんですよ、はい、まさに今それがケリス・ベラ成し遂げていますね。右、その後の左でも追いかけていきました。山本優也選手は蹴り前つなげたいですね、パンチから蹴り、やっぱり蹴りですね。打ち合いから意外とハイキックとか出す、たまに出すんじゃないですか、はい、あれが当たるかなっていう気もします、もう雅人さんとはほとんど入れ替わりのように、現役中最後のスパーリングしましたよ、はい、ありましたよね、はい、もう本当によくご存知な一人だと思います。ここからのガッツというのはもちろん優也ありますよね。そうですね、気持ちは強いですからね、はい。さあ中村さん、期待することをぜひ教えてください。そうですね、やっぱり K1 らしい、はい、KO 決着みたいですね、はい、11.3 新生 K1 スーパーファイト、山本優也対ケリス・ベラー。
同じようにパンチ、ローキック、ミドルキック打ち合いとなっています。普段した数はほとんど同じぐらいか。ローキックもバシンバシンという音、外からの右もそうです。ケリス・ベラベラ強いパンチ、強いパンチ打ってきましたね。特に右ですね。ロングレンジになると厄介だというケリス・ベラ。左ミドルがいいユウヤ、やはり蹴りでというユウヤです。関根さんがこのラウンド、はい、楽しみにしていることは何ですか。いや、あれも蹴って蹴って蹴りまくってほしいですよね、ユウヤに。はい、はい、もうローミドルハイとね、途中そのキャリア苦しんだこともありました。ユウヤ疑問符が浮かんだこともあったんですが、今やっと面白いという意味が分かってきたというユウヤです。食らっても食らっても常に前進。それでも右、ちょっとパンチの打ち合いだと、ね、向こうの方がちょっと、ね、うん、有利かな。ケリスベラーやや上、一歩上、パンチはね、蹴りを混ぜていただければ、はい、いいや、ブロックしてこう止まっちゃうんでね、そこをこう、はい、狙われてる感じじゃないですかね。あ、今もそうです。ガードの隙間から入りますね、あの右フック。それをベランが見落としません。あ、右フック、だからこれが入るんですよね。流れました、体が流れています。ユウヤが雅人さん、ちょっと一辺倒になってくると嫌ですよね。そう、この膝、膝にちょっと活路を生み出したいところですね。やっぱり足技、やっぱパンチ一辺倒ではちょっと相手の方が上かなっていう。そう、膝、おう、やっぱパンチ蹴り膝全部混ぜた方がいいですよ。それを今こそ思い出したい30歳になったユウヤ、キャリアの集大成の K1、 ここからさらにというユウヤ。かかとを相手の膝の裏あたりに当て込むローキックもあります。それでもベラがワンツー強い、左右、ちょっと印象悪いですね。そうですね、この時間帯になって関根さん、はい、リズムにまた乗ってきたのはケリスベラの方ですよね。ちょっとね、パンチが入るようになりましたからね。ユウヤの方もど根性に連打、右、残り時間30秒、あと30秒というアナウンス、ユウヤの耳には届いているか。前に出て右ハイ、それでもガードからパンチ、ケリスベラ膝が届いたか、下がらせますが、また前に出てくるベラ、ここで譲りたくない。最後、一番最後、ユウヤさらに出ろ、拳を、おお、どうだ、ダウンまでは至りません。ここで3ラウンドが終了です。判定に入ります。マサトさん、最後に一つ見せ場を。そうですね、今のジャッジがどう取るかですよね。あの一発、印象はしっかりと残りますけれども、そこまでの攻撃ですよね。そうですね、そしてそこまでのラウンド、関根さん、どう見ましたか。まあ、ちょっとクリス・ベラが押してたかなという、はい、まあ、でもユウヤ選手は相変わらずガッツありますね。そうですね、出続けますね、はい、もうそれが真骨頂というユウヤ。クリス・ベラいい選手ですね、そのバランスの取れた、そうですね、長い距離でのパンチ、そこから止まらないラッシュがありました。さて、延長は用意されていますが、本戦の判定です。ジャッジ総だけ30対29、青ベラ、ケリスベラ、まず一人の指示を得ています。ジャッジ勝本、29対29、ドロー、二人目ドローです。さて三人目、ジャッジは30対29、青ベラ、勝者ケリスベラ、日本山本雄也、残念、ベラ僅差で敗れてしまいました。中村さん、はい、今どんな風にご覧になってますか。あ、そうですね、やっぱり3ラウンドのベラのパンチをうまくまとめたところがポイントになったかなと思うんですけど、はい、またね、こういう、こうまだ日本に来てないあの外国人選手で、はい、強い選手というのが出てくるのもまたこの K1 を、ね、盛り上げてくれると思うんで、はい、まあ、ケリスベラはそういう存在になるんじゃないですかね。まだ今新生 K1 始まったばかりですからね、はい、関根さんにも今のお気持ちを伺いましょう。そうですね、ちょっと残念ですけどもね、はい、まあ、こうやって
どんどん外国人の強い選手がこうお披露目になって、はい、皆さんの心に、ね、残ってね、はい、8人のトーナメント見た時には全員を知ってるようにね、はい、楽しみだなってなるようにこういろいろやっぱり外国のスターも欲しいですよね。そうですね、ありがとうございました。ベラもいいですよね。いいですね、はい、ベラ65キロまで落ちるんじゃないですかね。落ちそうですね。そこまで落としたら適正かもしれないですね、いけそうですね、ちょっと70では小さいかな、はい、またそうなってくるとあのパンチ威力を増しそうですよ ね、 すよね、はい、いや楽しみです。ケニス・ベラが日本の山本優也を下して大きくその名をこのリングにアピールしています。さあそしてこの後 11.3 いよいよ K1 65キロ級の王者が決まります。先生最初